こんにちは、レンティオチャンネルです。家電レビューのプロ、レンティオ編集部が全自動コーヒーメーカーの選び方とおすすめ商品をご紹介します。なお、コーヒーメーカーはレンタルもできるので、概要欄の URL からチェックしてみてください。全自動コーヒーメーカーの選び方のポイントは6つ。まずはミルの構造について見ていきましょう。全自動コーヒーメーカーのミルにはプロペラ式と高温式、薄式があります。プロペラ式はお手入れのしやすさがメリットですが、均一な引き目が苦手で摩擦熱が生じやすく、コーヒーの風味にダメージを与えやすいのがデメリットです。高温式は引きムラ、摩擦熱が出にくく、コーヒーの質にこだわれるのがメリットです。一方でミル構造が複雑なため、取り出して手入れすることができないのはデメリットと言えるでしょう。コーヒー好きな方には高温式、薄式の全自動コーヒーメーカーをおすすめします。全自動コーヒーメーカーの選び方、2つ目のポイントは容量です。使用人数や飲む量に合わせた容量を選ぶことも重要です。コーヒーメーカーのスペックにある目安量はコーヒーカップ1杯分の 120cc で計算されていることが多いので、普段マグカップを利用している方は注意してください。また大容量タイプはコーヒーメーカー本体も大きくなるので、設置場所も合わせて検討しておきましょう。全自動コーヒーメーカーの選び方、3つ目のポイントはフィルターです。フィルターもコーヒーの味を決める要素で、ペーパーフィルターとメッシュフィルターがあります。機種によってセットするフィルターが異なりますので、好みのコーヒーの味わいに合わせてフィルターの種類からもコーヒーメーカーを絞り込んでみましょう。全自動コーヒーメーカーの選び方、4つ目のポイントは作り置きのしやすさです。付属のコーヒーサーバーにはステンレスタイプとガラスタイプがあります。作り置きしやすいのは保温性の高いステンレスサーバーです。特に真空二重構造のステンレスサーバーだと保温保冷の性能が優れているため、ホットコーヒーだけでなくアイスコーヒーの作り置きにも向いています。なお、コーヒーメーカーに搭載されている保温機能を使うと熱が加わりコーヒーの劣化が進んで雑味を感じやすくなるため、ガラスサーバーを使う時も保温機能の使用はお勧めしません。全自動コーヒーメーカーの選び方、5つ目のポイントはタイマー機能の有無です。全自動コーヒーメーカーの中には豆や水をセットしておけば指定の時間にコーヒーが抽出されるタイマー機能を搭載したものもあります。朝起きたらコーヒー豆をひいてる音やコーヒーの香りで目覚めたい、毎日決まった時間に入れたてのコーヒーを飲みたい、そんな方はタイマー機能が搭載された全自動コーヒーメーカーを選びましょう。全自動コーヒーメーカーの選び方、6つ目のポイントはカスタマイズ性の高さです。コーヒーの味にこだわりたい方は設定を組み合わせて自分好みのレシピを探求できるカスタマイズ性の高いコーヒーメーカーがおすすめです。油温や引き目の粒度、濃さ、コーヒー豆や水の量などを自由度高く調整できる製品であれば、それだけ設定の組み合わせも多くなり楽しみも増えるはずです。それでは全自動コーヒーメーカーのおすすめ商品を6つご紹介させていただきます。自家焙煎コーヒーの有名店カフェバッハの店主が監修したのがツインバードの CMD457B です。ハンドドリップを再現するためにドリッパーが露出しているのが特徴的で、燕三条製の刃を使用した低速薄式フラットミル、ミリ単位でこだわったドリッパー、2段階の油温調節機能など随所にこだわりが見られます。浅入りから深入りまでバランスよく入れられるコーヒーメーカーです。メリタアロマフレッシュサーモはコーヒー機器の総合メーカー、メリタの技術が詰まった全自動コーヒーメーカーです。独自のコーヒー抽出理論、メリタゴールドスタンダードを体験できる製品で、コーヒーの美味しさはもちろん、最大10杯分の大容量、シンプルなデザイン、直感的な操作性、コーヒーのカスタマイズ性、メンテナンス性の高さなど、使い勝手の面でも満足できる一台です。シロカのカフェ箱プロは、精度の高い引き目、選べる油温、密閉性の高い豆ホッパー、大容量の水タンク、豆と水の自動計量、タイマー機能、デカフェモードと、コーヒーメーカーに欲しい機能が全部詰め込まれている一台です。マグカップに直接入れる直マグ機能もありますので、一人暮らしからファミリー、社用のコーヒーメーカーとしてもおすすめです。機能、性能、価格を見て、最もコスパの高い全自動コーヒーメーカーの一つだと思います。パナソニックの NC-A57 は、多機能ながら手頃な値段が特徴です。デカフェ豆コース、ミルの自動洗浄、沸騰浄水によるカルキカット、煮詰まり軽減の保温など、珍しい機能も搭載されています。コーヒーの味を重視する人にとっては物足りないと思いますが、手頃な価格で手に入るコスパ機種という印象です。エスプレッソの本場、イタリアの家電メーカー、
デロンギの全自動コーヒーメーカーマグニフィカイーボはエスプレッソだけでなくカフェジャポーネと呼ばれるレギュラーコーヒー機能も搭載されていて、エスプレッソからドリップコーヒーまで幅広く楽しめるマシンです。自動のミルク泡立て機能ラテクレマシステムによりミルクメニューも自動で楽しむことができます。ヨーロッパで人気の高いエスプレッソマシンメーカーユーラの家庭用マシンの中でも上位機種に当たるのが E8 です。デロンギよりもお手頃な価格で豊富なメニューを楽しめ、ミルの動産を含め静音であることも嬉しいポイントです。各メニューでコーヒーの量や濃さ、ミルクフォーム量などが設定できるので、全自動マシンながら自由なカスタマイズ性も魅力です。今回は全自動コーヒーメーカーの選び方とおすすめ機種をご紹介しました。家電のサブスクレンタルサービスレンティオでは、今回ご紹介したコーヒーメーカーの中でお試しできる商品もありますので、ぜひチェックしてみてください。また、レンティオチャンネルでは今後もおすすめの家電情報や選び方をご紹介していくので、チャンネル登録もよろしくお願いします。